じゃあ時間になりましたので次の講師を始めたいと思います。僕は大学産出統合データベースセンターの森谷祐樹と言います。よろしくお願いします。次の講習は、パスウェイデータベースの紹介とケッグパスウェイの使い方というタイトルなんですけども、ここをクリックしてみてください。これもうちょっと近づける。はいはい、入ってます。入ってます。で、今日講習会でやるのは、パスウェイデータベースの紹介と、ウェブブラウザーを使った3つのデータベースの操作を、みんなでやってみようという話ですけども、パスウェイデータベースの操作っていう、ここでは、主に言うとマッピング、パスウェイデータの絵に、遺伝子データとかそういうものを、マッピングして、絵を作ってやると、そういう、作業をしてみたいと思います。でここで今日やるのは、パスウェイデータベースたくさんあるんですけど、とりあえず、3つだけ挙げています。比較的よく使われているバイオサイクルとリアクトームとケッグパスウェイというものについてやってみたいと思います。で特にケッグパスウェイは少し重点的にありますけど、これは僕が、ケッグを作っていた研究室出身なので、少し多めによく知っているので多めにやるという話ですけど、先に断っておきますと、僕はそんなにパスウェイの専門家ではなくて、本当にこのケッグ出身だっていう話だけなのでちょっとこうやってるので、いただいたことがありますけどよろしくお願いします。で、受験前の、受講前のアンケートの結果ですけども、自動的に使っているって人はほとんどいなくて、使ってみたいという話と覚えたいっていう、なので、こっちも使ったことあるっていう人が、ちょっと多いですけど、ほとんどの人は使って知ってるだけなので、今日は、本当に初心者向けのこっち側の人を対象にしたいと講義になりますので、よく知ってる人とかそういう方はどんどん自分で進んじゃってください。で、今日バイオサイクとリアクトームとケッグパスウェイをポチポチいじっていきたいんですけども、多分先ほどのダビッドのように、みんなでアクセスすると止まったりすることがあると思うんですけど、その辺はご了承ください。で、パスウェイデータベースについて基本ですけど、パスウェイデータベースというのは、タンパク質とか化合物とかの、分子間相互作用のネットワークをデータベース化して視覚化したものです。これケグカウントを取ってきてるんですけども、こんなイメージですね。この丸が化合物で、そのエッジが、これはこの場合は反応とか酵素とかそういうものになっています。これは代謝マップですね。で、なんで可視化するかっていうと、可視化することで生命現象を理解しやすくすると、目で見て理解しやすいと。なので、今日マッピングしてみようという話になります。でも一つでデータベース化することで、嬉しいのが、データを網羅的に扱えることになると。で、網羅的に扱えると、ゲノムアノテーション、ゲノム全体を扱ったり、主観で比較したり、遺伝子発現のエンリチメント関数解析や、モデル化、そしてシミュレーションなどに、利用できるということになります。ただ、こっちの方は、いろんな解析ツールとか、あとは自分でプログラミングできる人は自分でプログラミングを行ってやっていただくことで、今回はこっちの可視化マッピングすることを主にやりたいと思います。で、パスウェイデータベースって、さっき3つ言いましたけど、もっとたくさんあって、このパスガイドというところをクリックしてみてください。パスガイドというのは、パスウェイたくさんリスト化したものですけども、これは2013年頃のデータですけども、その時にもうすでに100個10個以上の、パスウェイデータベースがたくさんあると。で、こんなのどれ使っていいかわからないという話なんですけども、一つ使う目安としてはこのアベイラビリティで、フリーっていうのと、あと有料とかそういうのがあるんですけど、それ一つと、あと一つスタンダードっていうところですけども、このカラムは、そのデータがどういう形式で書かれた、データ形式で書かれたっていう、そういう情報になっています。で、 PCIMI とかバイオパックスとか、SBML とかそういうものが、標準データ形式としてあります。で、一つ紹介していくのはしょうがないので、今回は、そうですね、次は、
で、ここに、プロテイン・トレイト・インタラクションとかありますけど、まあ、ちょっとこっちに戻りまして、発生データベースは、まあ、歴史的に見れば代謝経路の、データ化から始まりましたけれども、まあ、今ではこのタンパク質保護作用とか、まあシグナリングパスウェイとか、まあ、転写遺伝子の制御系とか、まあ、そういろいろさまざまなものがこのパスウェイとして、呼ばれています。で、違いですけども、代謝系というのはまあこんな感じに、この場合は、代謝産物が丸で視覚が、まあ、酵素で反応のそういうネットワークですけどこういう図になりますけども代謝系では、代謝産物を濃度としてその酵素反応とか、酵素とか遺伝子とかそういうものがをエッジとして表現したこういう表現になりますけどそれ以外の制御系シグナル伝達系とかではこのように、タンパクこの比較タンパクですけどもタンパク質とか遺伝子いや、まあ、他にも、小分子が濃度となってその関係性が、エッジとして表現されています。なので、違うもともと違うものを、同じ一つのパセルとしてパセルデータベースとして表現しているのでまあこのところでは、中身のデータ構造も変わってきます。で、そのパセルデータのデータ形式ですけども、先ほどバイオファックスとか、SPD メモリーとか、言いましたけども、まあ、これは基本的に X メモリーで記述されることが多いです。で、バイオファックスっていうのが今、最も普及している、標準形式で、まあ、静的なマップ表現を得意としています。で、まあ、レベルが3つあって代謝パスに対応しているものとか、タンパク質間相互作用に対応しているもの、シグナル伝達にも対応しているものという、3つのレベルからなっています。で、それとは、それとは違って、カイネティクスとかも使える扱いになって、そのため、シミュレーションなどで利用可能なのがこの SBML になります。あと SBML の他にも、まあ、セル ML とか SCSML とかそういう、まあ、いくつか言語があるんですけども、あと PSIMI っていうのは、タンパク質合成を記述したものです。あと今日一つ出てくるのは、KGML ですけどもこれは、KEG 独自の、フォーマットで、まあ、標準化フォーマット標準、データ形式ではないんですけども、これも、コンバータなどを使うことによって、まあ、いろんな、可視化ツールで使うことができます。で、まあ、たくさんのデータベースがあると言いましたけれども、どのパス性データベースを解析に使えばいいかっていうのは、まあ、対象の生物や対象のパス性や目的によって異なってきます。で、今日ここでは、このさっき言ったバイオサイクとリオアフトームとケークパス性を紹介いたします。で、一つ目ですけれども、バイオサイクですね。バイオサイクは、アメリカの SRI インターナショナルが主に中心に作っているデータベースで、対象は、大腸菌から人までの、7600種って書いてますけど、まあ異株や、まあ、変異種などの、それらを含めたものと含めて、7600種になっています。で、専門家が手作業で、作成した文献ベースのデータベースになっていてそれとあと自動ツールを使って、自動的なアノテーションしたものも含まれています。で、このバイオサイクは、先ほど言った、シグナル伝達系とかは入ってなくて、代謝パスウェイだけです。で、あとはアカデミックフリーで使えて、データベース化バイオパックスだということですね。こんな感じですね。では、このバイオサイクの中身を見ていきましょう。バイオサイクを開いてみてください。でこれがバイオサイクのトップページですけどもまず最初に、対象生物種を見ていきますけどもこのテア1っていうところを、クリックしてみてください。ここに、このバイオサイクで扱っている生物種が、ずらーっと並んでるんですけどもこのテア1っていうところが専門家が手作業で作っている、まあ、きれいなデータベースの部分ですね。1、2、3、4、5、6、7個あります。
で、まあ、一つそれぞれが生物質に対応しているんですけども、メタサイクだけは、違って、まあ、いろんな生物種、これ書いて2063生物種から、構築した、まあ、リファレンスとなる、メタボリックパスウェイになります。で、テア2っていうのが、これをこのメタサイクをもとに、オーソログデータベースデータオーソログ情報とかをもとにして、まあ、自動で構築したデータベースで、それに対して、人が、フォレスポジティブなどを覗いたりするっていう手作業なで、キュレーションしていく手作業を入れたものです。それでテア3っていうのが、まあ、残りの大部分なんですけども、これは、自動的に作ったデータベースで、人の手作業は入っていないという、そういうデータになります。次は一つ生物種を選んでみて、パスウェイを見てみましょう。で、一つ好きな生物種を選んでみてください。この辺のデータベースというところを、これでとりあえず好きな生物種をクリックしてみてください。で、右上に、検索ボックスがありますので、まあ本当に好きな生命現象を入れて、まあ、多分あるだろうと思う生命現象を入れて、まあ、今回グライコシスだったら、グライコリスだったら、まあ、多分あるだろうということで、まあ、クリックしてみます。で、今これ、E. コリの大腸菌のデータベースですけども、グライコリスが一つあったの、いくつかあるので、その一つをクリックしてみます。それと、グライコリシス、大腸菌のグライコリシスの、パスウェイが表示されます。皆さん、このパスウェイの画面は出てますでしょうか。大丈夫なようですので、はい。右上の検査ボックスがあるので、クイックサーチとかあるので、そこに、まあ、グライコリシスとか自分の好きな生命現象を入れてやってみてください。で、ここに出てる情報は、このグライコリシスの、まあ、皆さんが検索したパスウェイの情報なんですけど、一番上に、まあ、パスウェイですね、赤字表示されているのが代謝産物です。で、エッジがあってっていう、そういうパスウェイと、あとそこに入っている遺伝子が、まあ、ゲノム上のところにあるかっていう情報 と、あと遺伝子制御のカスケースですね、スキーマ図が、まあ、それ以外の情報も出されますけど、そういう情報はあります。で、パスウェイですけど、パスウェイのこのモアディテイルっていうのをクリックしてやると、このエッジの部分に、酵素の名前が出てきます。さらにもう一回モアディテイルをクリックすると、さらに、化合物の構造も表示されます。あと、この右側のオプションと、メニューから、いろんな、SVG のファイルを書いたり、バイオパックスという標準データ形式でダウンロードしたり、まあ、そういうことができます。あと遺伝子のリストなどもダウンロードできます。で、今度は次なんだっけ、今度はこれ、このパスウェイの主観比較をしてみたいと思います。この右側のメニューに、このスピーシーズコンパリジョンっていうのがあるので、まあ、これをクリックしてみます。ちょっと遅いですね。ここは今選んだ、あ、出てきましたね。これで比較したい生物種を、まあ、足してあります。今回は、まあ、何でもいいんですけど、
まあ、バチラスを入れてみますけど、で右側に1つ選んだら入るので、それで、まあ、OK を押してみてください。でここをクリックするとこちらに入る、右側にセーブ紙が選択されますので、それで OK をクリックしてみてください。まあ、そうするとこのように、まあ、元々の生物種と、今選んだ生物種の比較ができるという、そういうことになっています。で、まあ、酵素の比較と、あとこっちはオペロンですね。オペロンの構造の比較もできます。それだと一つ1ページ戻って、あら、違う。ここのページに戻ってみてください。で、これ今のこれは個別の、まあ、バイオグ、まあ、これはグライコリシスの、パスウェイですけれども、全体像も見ることができて、この消音セルラーオーバービューっていうところをクリックすると、その生物種の全体のパスウェイが見えます。右のメニューの上の方ですね、消防。この消音セルラーオーバービューというところですね。皆さん表示されてますかね、なんか。ああ遅いだけですね。まあこれが、この生物種の持っている、まあ、メタボライ、代謝パスウェイ全体ですけども、今、選んできた、僕の場合は、グライコリシスのパスウェイがここにありますよということが出ます。で今日あるのは、マッピングなので、まあ、こういうパスウェイがありますよって時にどうやってデータをマッピングするかっていう話ですけども、ここにアップロードデータフロムファイルっていうメニューがあるので、ここをクリックしてみてください。で今回ちょっとファイルを用意してなかったので、このサイトに用意されているサンプルを使いたいと思います。このファイルをアップロードするすぐ下にあるこのペーストデータというところをクリックしてください。まあ、すると、まあ、テキストボックスが出て、コピーができます。で、この上に、まあ、例があるので、クリックしてやると、まあ、ダミーデータが、ここに入ってくれるんですけども、皆さんいいでしょうか。ちょっと遅れてる感じの方もいますでしょうか。もう一回ありますと、アップロードデータファイル、フロムファイルから、まあ、今回はここの、そのすぐ、下のペーストデータっていうちっちゃな文字からので、そこをクリックして、で、テキストボックスが出るので、その右上のこのジーンエグザンプルっていうのを入れてみてください。で、これが、このデータ形式なんですけども、まあ遺伝子の ID と、まあ、あと数値ですね。この数値はダミーデータですけども、まあ、実際には、まあ、発現量とか、まあ、いろんな数字になると思います。で、これを使えるのは、アクセッションナンバーと、あと遺伝子名とか、遺伝子のシノニムとかも、ID として使えるようです。で、データとして、マッピングするデータをどれに、今3つあるんですけども、1個、2個、3個あるんですけど、それをどれを使うかっていうのをまあここに入れます。今一気に入れてみましょうか。でサブミットを押すと、そうですね、開けましたね。
で、固まりましたね。あれ。ありました。で、今、まあ、本当に少ししか今遺伝子を入れてないんですけど、まあ、このように、まあ、数値に対して色が、その遺伝子の部分につくという感じになります。まあ、これがマッピングですけど、まあ、このサンプルデータを比較してもそんなに面白くないんですけども、それ以外のサンプルデータじゃないものは、結局の方でやるので、このバイオサイクはその本当にマッピングがどうやってやるかっていう、そういうことだけをちょっとやってみました。でバイオサイクについては、このマッピングの仕方についてはこれで終わるんですけども、何か、バイオサイクで分かんないこととかありますでしょうか。ではなければバイオサイクの絵のマッピングというのはこれで終わって、次はリアクタームに移りたいと思います。リアクタームは、イギリス、ヨーロッパのエンブル EBI が中心でやって、作られている、パスデータベースですけれども、対象は、まあ、人を中心に、他の脊椎動物とか、まあ、酵母とか、まあ、いくつかの今は19種ぐらいの、生物種を対象としています。で、人のデータベース、人の、パスデータを、専門家が手作業で作成しています。で、他の残りの生物種っていうのは、その人のデータを使って、まあ、マッピングして作った、マッピングして作った、データになります。で、リアクタームは、代謝パスウェイの他にも、シグナル伝達系などの、制御系のデータも入っています。では、リアクタームのウェブサイトを見てみましょう。でリアクトームも、このブラウズパスウェイから、パスウェイを見ることができます。で、ここで、生物種を選ぶことができるんですけど、まあ、今ちょっと19生物種しかいないので、どういう時に使うかっていうのはもう限られると思いますけども、今回は、まあ、好きなのを選んでみてください。で、こっちでパスウェイの、リスト、パスウェイのリストと、全体のパスウェイのオーバーユー全体図が表示されます。で、この左と右は連動していて、まあ、こうクリックしてやるとそこに近づいたりという感じですね。で、ここでも、まあ、検索をしてみたいと思います。この検索アイコンをクリックして、まあ、検索ワードを、まあ、入れてみてください。今候補が出るのでクリックしてやると、そこに行くという、それだけのものです。あれ、これ出てないな。で、このどんどんここをクリックして、ダブルクリックかな、ダブルクリックしてやると、オーバービューマップからどんどん狭い、対象のマップに移っていきます。最終的には、先ほどのバイオサイクと同じようなこのダイアグラムのパスウェイにたどり着きます。データが遅いのかな。そうですね。バイオサイクルでは、メタボリズムだけだったので、こんなダイグラムそんなに難しくなかったんですけども、ここではシグナル系も入ってくるので、まあ、この丸とか四角とかの意味合いが、まあ、少し複雑になってくるので、こういう情報があるので、いろんな
トランジションとか、なんだ、まあ、いろんな情報があるという話です。では、リアクトも、先ほどの、バイオサクトのように、まあ、パスウェイをハイライトさせていると、パスウェイのサンプルデータをマッピングしてみましょう。で、このアナリシスですね、ここの右上のアナリシスっていうところをクリックしてください。で、その下のこの今回ファイルじゃなくてここのクリック、まあ、一応ペーストをコピペする場所が出てくるので、今回はこの右のサンプルを使ってマッピングしてみたいと思います。まあ、どれでも好きなのを入れてください。これはユニプロットのリストですけども、これを選んで、人、今回人なので、ですね、大丈夫かな、5をクリックしてやると、あ、そうですね、やっぱり、今回人のデータしかないので、まあ、とりあえずまず人に行きますね。すみません。まず人のマップに行って、アナリシスで、ここに、サンプルを入れて、5をクリックですね。まあ、それとこのように、さっきユニプロットのリストが、マッピングできるわけですけども、これは、一応、オーバーリプレゼンテーション解析になっていて、まあ、どこに、エンリッチしているかということが見えてきます。で、黄色い方が、まあ、エンリッチしているということになっています。これはP バリューですね。あと他にもいろんなジーンネームでマッピングしたりという、あとは化合物でマッピングされるということもできます。それから今度マイクロアレデータがここにあるので、これを一つクリックして Go を押してみてください。これはこれは時間経過ので、マイクロアレイの発現、マイクロアレイがどうなっているかっていう時間経過とともにデータアレイですね。まあ、すると今度は、まあ、この黄色と青のグラデーションで、まあ、先ほどのデータの数値が、マッピングされます。あとこの再生ボタンや、この早送りボタンで、このデータの、遷移を見ることができます。はい、はい、これサンプルなんでしょうね。基本的にはここに ID ともう数値が並んでて、その数値を色にして出すっていうだけなので、ここに何を持ってくるかっていうのはちょっと人それぞれだと思うんですけど、そうすると解析、多分僕がやってるのここで紹介してるのは本当に解析っていうより本当に解析したデータをどうこうマップにマッピングして、まあ、見やすくするかっていう話になっているので、そうですね、その辺はいろいろやり方があると思いますけど。大丈夫でしょうか。では、もう一つ最後に、この解析でこの一つ主観比較っていうのがあるので、ここも見てみましょう。で、リアクトームは、まあ、人のデータベースが中心なので、まあ、人と何かを比較するっていうことしかできませんけども、まあ、例えば、まあ、マウスと比較してみると。
れ失敗しましたね。ちょっと重いですね。皆さん比較できましたかね。できてないようですね。ちょっとすみません。比較で人あれすいません、ちょっと調子が悪いようで、ちょっと表示されませんね。どうやらできてる人いますかね。できていない。まあ週間比較で、まあ先ほどのオニシペット解析と同じように、まあ似てる生物だと赤くなって、似てるパスだと黄色くなって、似てないパスはまあグレーになると、まあそれだけの話なんですけども、ちょっとみんなでアクセスしたので止まってしまったのかもしれません。まあ、バイオサイクトリアクトームっていうのは、まあ、ちょっと使ってみようっていう話だけだったので、まあ、もし興味があってこれを使ってみたいという人がいたら、ここにガイドがあるのでそれをまあよく読んでください。ちょっと今回リアクトームのこれ以上の解析はやめたいと思います。あと今リアクトーム19生物種ぐらいしかないって言いましたけども、ちょっと他のリアクトームってリアクトームと同じ、システムを使った他のデータベースというのをいくつかあって、まあ、興味のある最初生物がそちらにあったら、ある場合はまあそちらを使ってもいいと思います。ハエとニワトリとバクテリアと、植物ですね。では、次はケッグパスエについて紹介したいと思います。ケッグパスエは、まあ日本の京都大学で作っている、パスエデータベースで、日本なので多分先ほどのような、データ返答が入ってこないとかそういうことはないと思いますけれども、対象は、ゲノムの決まった全生物種となってますけど、真核から古細菌まで、まあ、約4000以上の生物種が、今入っています。でこれも、専門家が手作業で作っているデータベースなんですけど、あとそれと、自動ツールを使って、構築しています。でリファレンスパスエというのが、専門家が作っているもので、まあ、バイオサイクの、テア1のメタサイクに相当します。であと種ごとのパスエで、手動と自動があるんですけど、それぞれ、まあ自動ツールで作成した後に手作業でキュレーションするものが、自動ツールで作成してそのままのものがあります。で、まあ、これそれぞれバイオサイクでテア2とテア3に相当すると思います。で結局パスエも、リアクトームと同じように、対象パスエの他に、シングルデンタツケンなどのデータベースも組んでいます。で、データ形式が KGML っていう特殊なデータなんですけど、データベースなんですけども、この、こういうツールがあるので、これで、標準形式にコンバートすることができます。また、ケッグスケープっていう、サイトスケープのプラグインがあるので、まあ、これ多分明日、講習会があると思いますけど、まあ、
これを使うことによって、まあ、この採択成分を直接直接読み込むことができます。でこの計具っていうのを見ていきましょう。計具のページのこの計具にっていうところをちょっとクリックしてみてください。で、計具っていうのは、計具パスを含む、まあ、システムデータベースのシステム情報のほかに、まあ、ゲノム情報とか、化学情報とか、まあ、健康情報とか、そういういろんなデータベースの集まりになっていて、計具パスウェイはその一部になっています。で、今回は、このパスウェイの紹介の話なので、パス以外の計具ので、情報、紹介は、しないんですけども、計具については、まあ、今まで AJAX で、何回か紹介しているので、興味がある方は、この他の過去の資料を参照してください。で、計具でまず対象生物種を見ていきたいと思います。で、このテーブルの下の、この計具オーガニズムっていうところをクリックしてみてください。大丈夫でしょうか。ケグでは、生物種コードっていう、ものを使っていて、まあ、たびたびこのコードが出てくるんですけど、まあ、ヒューマンなら、この HSA っていう3文字、あと他にも4文字だったりするんですけど、まあ、こういうコードを使っていることをちょっと一つ頭に入れておいてください。で先ほど、リファレンスパスが、専門家が作ったデータベースで、生物種は、自動ツールを介して作っていると言いましたけれども、その自動ツールかどうかっていうのはちょっとここでは分かんないんですけど、このコードのところをクリックしてやると HSA ヒューマンの場合はこのアノテーションというところがマニュアルになっていて、これは人の専門家の手作業が入っている手作業でキュレーションされたデータだということが分かります。でもう一つこの PPS ボノボの場合はアノテーションの場所がコアラっていうのになってますけども、このコアラっていうのはこの計画で使っている自動ツールの名前で、まあ、これで、自動ツールで作られた、データベースだということがわかります。で、右上の、このドラフトというのをクリックしてみてください。このドラフトというのはドラフトゲームのリストで、先ほどのケグ、ゲノム、先ほど1ページ前の、データは、ほぼ、レフセックか、成分バンクから取ってきているデータで、その他で、真核生物種で重要そうだというものは、このドラフトに入っています。で、ドラフトの場合は、この T 番号で、生物コードが、生物コードを使っていなくて T 番号で書かれています。で、メタはメタゲノムですね。では、それぞれのパスウェイを見ていきたいと思います。この左上の計具の卵のアイコンをクリックすると、まあ、大体トップページに飛び立ってもらってますので、それで戻ってみてください。で、計具には、至るところに検索ボックスがあるので、まあ、そこで検索してみたいと思います。まあ、今回もさっきと同じように、グライコリシス。まあ、好きな言葉で検索してみてください。で、検索すると計具のいろんなデータベースに対して、まあ、ヒットしたものがずらっと並ぶんですけども、計具パスウェイの場合は一番上に、出てくるので、このマップ番号をクリックすると、計具のパスウェイのページに飛びます。でこの画像をクリックすると少し分かりやすいページに飛びます。画像をクリックしてみてください。でこの白地図、この白いマップが、計具でいうリファレンスマップになります。で、それぞれの
丸が代謝パス代謝産物で、四角が遺伝子、これは高速のこれはでいうと代謝マップなので酵素になっています。でそれぞれクリックするとその情報にリンクされています。でボックスをクリックすると、このボックスに関連付けられている情報が表示されるんですけども、ここでは、オーソロジーリファレンスマップの場合はオーソロジーっていう黄色いデータとあとエンザイムっていう、EC 番号ですね青いデータとあとリアクションっていうデータが紐付けられています。では次に、生物仕事のパスウェイを見てみたいと思います。でここに、プルダウンメニューがありますので、好きな生物種を選んでみてください。好きな生物種といっても、ここに4000個ぐらい並んでいるので、多分見つけることはできないと思いますの でその時は、相当とか、この相当場合アルファベットで相当したり、パーソナライズメニューでメニューを減らしたりすることができます。相当わかると思いますので、今回このセットを選んでみてください。そして Go をクリックすると生物種を選ぶことができます。で、アニマルズとか、カテゴリーを選ぶことができます。この EGENS っていうのはちょっと多分今はもうないのでこの敬語を消し忘れたと思いますけど、これは使えません。で今回はちょっとここにアマルズというカテゴリーがあるので入れてやると、リストが入ってないな、間違ったかな、ないですね。ありました。なんだろう。アニマルズにすると減りますね。多分マンマルズでも減るのかな。間違ってるの。減りましたね。カテゴリーを正しく入れると正しく、データがセレクトされます。で、これで見やすくなったので、好きなのを選んでくださいという話です。で、一つ好きな、例えばヒューマンを選んで Go を押してやると、これが、ヒューマンの、それぞれの生物種の、パスウェイになります。でこの緑色がついている、先ほどと違って緑色がついているのが、ヒューマンが持っている、酵素反応ということになります。なので、リファレンスパスウェイの上に、マッピングされている状態になりますね。で一方、これは、先ほどジーンズって、生物質リストにあるものを、選べるんですけど、ドラフトゲノムとか、メタゲノムはここからちょっと選ぶことができないので、その場合は、もしこのドラフトゲノムに、興味がある場合は、
それぞれ個々のページから飛ぶことができるんですけど、ちょっと重いですね、また。まあ、ここは見るだけでいいですけども、それぞれのページ、生物種のページに行くと、それぞれのパスウェイというのがあるので、ここをクリックすると、それぞれの生物種のパスウェイに飛ぶことができます。なので、メタゲノムとドラフトゲノムは、ここから行ってください。もし興味がある場合は、そこから行ってください。でリファレンスパスウェイと、まあ、それぞれの種のパスウェイの関係なんですけども、リファレンスパスウェイは、こういうような、文献情報にこういう、まあ、化合物 A を化合物 B に、ある遺伝子が代謝しますよという情報がありますと、それをもとに、リファレンスパスウェイというものを作って、それに対するそれぞれのボックスに対して、オーソログ情報というのを、割り当ててやって、そのオーソログループを作ることによって、またそれをリファレンスパスにマッピングすることで、それぞれのパスウェイというのが作られています。で、このオーソログループというのは、この K 群内部で定義していて、この K 番号がついています。では次に、オーバービューマップ。まあ、K 群にもオーバービューマップがありますので、それを見てみたいと思います。でこのテーブルに戻って、ケグパスウェイをクリックすると、ここに、ケグにあるパスウェイの、全リストが出てきますけれども、その一番上の、グローバル&オーバービューマップというところが、グローバルマップになります。で、この左の、このどれでもいいんですけど、とりあえず、代謝パスウェイのオーバービューマップを見てみたいと思います。ですね、もう一回ありますね。トップページだと、ケグパスウェイっていうところをクリックすると、パスウェイですね。ケグパスウェイっていうところがありますかね。入れない。いけない人いますかね。結構いますね。あら、どうしましょうか。みんな多分やっぱりアクセスが集中してダメになったんでしょうと思うんで、今はちょっとアクセスしないでください。じゃあこちらだけで行きたいと思います。しばらく。でここにケグパスウェイをクリックすると、まあ、ケグパスウェイのリストが出てきて、一番上にオーバービューマップがあります。で、いろんなオーバービューマップがあるんですけど、とりあえず一つ選んで、代謝パスウェイを選んでみます。オーバービューなんで、いろんなすごく大きいので少し重いですけども。こんな感じで、まあ、先ほどのみたいな、オーバービューマップが見れます。で、まあ、左にあるのが、K グループというモジュールっていう、データベースで、モジュールっていうのは、パスウェイのさらに小さな、リアクションの反応の連続、機能単位っていうものを、モジュールと呼んでいて、それを抜き出しています。なので、このモジュールをクリックすると、まあ、それに対応する、パスウェイが、まあ、強調表示されると、ハイライトされるという、そういう仕組みになっています。でこのケグアトラスっていうのは、まあ、さらにちょっと重いんですけど、 Java で作られたアプレットで、まあ、もう少しこっちは、画像なんですけど、こっちはもう少し、きれいな SVG で貼られているので、まあ、もし、まあ、論文にきれいなデータを使いたいという場合はこっちを使ってもいいと思います。まあ、本当は日本だからもう少し早いと思ったんですけど、そんなことはなかったですね。でちょっと今見れませんけど、まあ、生物種ごとのバビーマップも先ほどの、
グレクロシスのような、マップと同じように、プルダウンメニューから生物種を選択して、それぞれの生物種のオーバーブマップを見ることができます。ちょっとそこ重いので飛ばします。もし興味ある方は後で、やってみてください。では、人の疾患パスウェイを見てみるという話ですね。次は、みんなここ行けないですね、パスウェイは。ここの、研究にはちょっと他のデータベースとは違って、人の疾患パスウェイというのがあります。で、これはがんとか、免疫性疾患とか、変性疾患系の、神経変性疾患などの、単一性の疾患が、パスウェイとして、構築されています。で、一つ、多分皆さん、アクセスできないと思うので、こちら見ていただくと思いますけれども、一つ、これ大腸がんをクリックすると、先ほどと同じように、パスウェイが表示されますけれども、この赤字で表示されているのが、先ほどとちょっと違いますけれども、この赤字で表示されているのが、疾患の病因遺伝子ということになっています。でさらに、この人の疾患パスウェイでは、このヒューマンプラスジーズドラッグというのを選択してやる と、このまたさらに色がついて、でピンクのボックスは、何らかの疾患で病因子になっている遺伝子で、ライトブルーのボックスというのは何らかの疾患で、医薬品のターゲットになっているという情報が見ることができます。マッピングすることができます。なので、この APC っていうのは、赤文字なので、この大腸がんで、病因子になってるんですけど、この AXIN っていうのは、黒字なので、大腸がんも病因子じゃないんですけど、他の何らかの病因子になっているということがわかります。では次に主観比較をしてみたいと思います。またトップページに戻って、今度はテーブルの下の、ここですね、 KEG4 パンゲノム・オア・ゲノム・コンパリジョンというところですけども、例えばここに、こちらでは、エコスペース、ECO スペース、ECS と入れてみてください。で、5を選んでみてください。この画面になっていない方いますか？大丈夫なようですね。この ECO っていうのは、KEG では、大腸菌の K12 株で、ECS というのが O157 株です。で、この2つの、パスウェイを、比較できると比較してみようというのが、これで、このパスウェイマップというところをクリックしてみてください。それで、このオーバービューは多分重いので、一番上はちょっと覗いて、その下のどれか好きなところをクリックしていただけると、このように今度は2色で塗られたマップになります。で、左緑色が1つ目の生物種 K12 株で、赤いピンクが O157 ということですけども、持ってるか持ってないかというのが分かります。で、この、グリコリシスなんて面白くないんですけども、バクテリアルセクレッションシステムっていうのが、ありますので、ちょっとブラウザの検索機能とかで、調べてやると出てきますので、そこに行ってみてください。
まあ、するとこんな、バカスヤンパーが出てきて、これはバクテリアの、分泌、KO の、遺伝子のマップですけども、これですね、タイプ2なんかは両方持ってますけども、タイプ3と、まあ、タイプ 6なんていうのは、まあ、O157 しかなくて、まあ、これが、病原性の原因になっていると。病原性に関わる、3型6型の分泌装置っていうのが、まあ、O157 だけが持っているということが、この、生物主観比較でわかります。じゃあ今度は、戻ってこの API と BUC っていうのを比較してみてください。でこの API とアブラム、 API っていうのが、アブラム氏で、 BUC っていうのがその、共生細菌、共生しているブフネラっていう細菌ですけども、これが、2人が持ってる2人の、パスを比較することで、分かることがあります。API と BUC を入力して、クリックして、パスエマップをクリックして、で、今度は、アミノ酸代謝の、バリンロイシン、イソロイシンのバイオ申請質をクリックすると、まあ、よく言われていることですけども、まあ、緑の、アブラムシだけでは、まあ、じゃあ、アブラムシとブフネラの遺伝子が協約して、イソロイシンとかバリンとかのアミノ酸を作ることができるということが分かるという話です。でこれは3種以上も比較できるんですけど、まあ、どんどん増やしても多分見づらくなるだけなので、まあ、そんなにこの生物種比較では多くしない方がいいと思います。では、このページの、資料に戻って今度は、配列 ID とケグの遺伝子 ID の変換を行いたいと思います。で、まあ、遺伝子の ID とかタンパク質の ID というのはたくさんあると思うんですけども、ケグではちょっと、ケグの遺伝子 ID が必要な場合がちょっと多々あるので、まあ、ケグの遺伝子 ID に変換するということが作業が必要になってきます。でこの LinkDB をクリックしてみてください。 LinkDB っていうのは、データベースエントリー ID 間の、まあ、リンク情報を収集したデータベースになっていて、まあ、ID の変換にも利用可能になっています。でこれは、KEG と、その外部のデータベースのリンクになっていて、例えば、遺伝子の ID に変換したいので、ジーンズをクリックする、この画像の中のジーンズというところボックスをクリックすると、まあ、ジーンズ、KEG のジーンズ ID とリンクしているデータベースが全部表示されるので、まあ、それと、まあ、他のデータベース、例えばユニプロットとかクリックしてやると、その下のボックスに、まあ、その情報が入ります。まあ、HS はヒューマンですね。ヒューマン、KEG のヒューマンとユニプロットの対応をテキストでダウンロードするという感じになります。まあ、ダウンロードすれば、まあ、中身はこのような、KEG の ID と、ユニプロットの ID の対応表になっています。エクイバレントっていうのは、まあ、情報が等価であるっていう同等のものという意味で、 KEG から外部に遺伝子向けて、外部のエントリーに向けて、まあ、同等の、エントリーの場合はイクイバレントになっています。でその他の、例えば遺伝子とピーハムとかは、まあ、同等ではないので、そういえば、オリジナルっていうタグがついています。あとリバースは、オリジナルの逆で、インダイレクトっていうのは、ちょっと 今はここにないんですけども、だから多分消し忘れだと思うんですけど、KEG、直接リンクしてるんじゃなくて、2ステップ、3ステップ挟んでリンクしているものをインダイレクトというふうに呼んでいます。まあ、多分ここは今ないので気にしなくていいと思います。
なのでこういうふうに対応表を取って、まあ遺伝子の ID の変換を行うことができます。では次は KEG のパスウェイにデータをマッピングしてみるということをやります。ケグ、ケグのトップページはここですね。あ、違う。ケグのトップページはどこだっけ。からケグ2というところに行って、このテーブルの中のこのサーチパスウェイのところをクリックしてください。トップページからケグ2をクリックしてこのサーチパスウェイですね。でこれはケグマッパーと呼ばれているケグでのマッピングツールになります。で今回2番目の、このサーチ&カラーパスウェイというのをちょっと使ってみたいと思います。でここに例があるので、まあ、どちらでもいいんですけど、例えば1つ目の例を入れてやると、まあ ID とこれは KEG での、先ほど言ったオーソログ番号ですね、 K 番号と、まあ、その色が、表示されます。でこれでエグゼクを押してやるとパスウェイのリストになってこの ID がこの KEG のパスウェイでどこにあるかっていうのが表示されます。でそれぞれクリックしてやると一番上がいいですね。一番上をクリックしてやるとえっ、ー、と選んだボックスとサークルに色がつきます。で1つ目の色が、この背景色で、2つ目の色が、この文字色になります。このラインの色になりますね。で配列 ID は KEG ジーンズ ID と、他には、NHPI ジーン ID と、まあ、これだけで使います。で色は16進数の表記も使います。ではここにチンパンジーの遺伝子の例があるのでこれをマッピングしてみたいと思います。これをとりあえずコピーして、で先ほどのテキストボックスにペーストして、でこれはチンパンジーの遺伝子なんですけど、ここにその場合はチンパンジーの生物コードを入れなきゃいけないんですけど、多分コードなんて知らないと思うので、そういう場合はこのオルグというところをクリックしてください。それでも検索ボックスができますので、まあ、ここにチンパンジーとか、入れてやると、生物コードが出てくるので、これを選んでセレクトすると、チンパンジーの生物コードがここに入ります。でそれから今回はこの GID は NSBI GID ですので、ここのプライマー ID を NCBI GID に変更してください。それでエグゼクをしてもらうと、先ほどと同じようにマッピングすることができるという話です。でこの括弧の中は、ヒットした、遺伝子の数ですね。なので今回この TCA サイクルっていうのをクリックすると、まあ、自分の好きなように色をつけることができるという、マッピングすることができるという話になります。でまた、このもともとチンパンジーが持っている遺伝子は緑にマッピング緑色になってしまうので、それが嫌だっていう場合はユーザーアンカラーオブジェクトダイアグラムを使うと、
自分の入れた色以外はつかなくなります。でこの場合は自分で自由に、ボックスに色を入れる反面、それぞれの色の定義っていうのを自分でつけていく必要があります。ですので、今度は、数値、先ほどの、発言データとかそういうものの場合は数値データなので数値を、マッピングした場合はこの次のカラーパスウェイっていうのを選んでください。でここに例が3つあるんですけど、一番下のデータが、このような、遺伝子 ID と、その数値のデータになっているので、これは今回は、ペーストできないのでちょっとダウンロードしますね。別名で保存。で、今保存したファイルを選択して、これちょっと先ほどと違って、マップを指定しなきゃならないので、今は、このマップのデータなので、ちょっと HSA05200 というのを入れてください。でデータが数値なのでこっちですね。あとカラーをどんなスケールにしたいかっていう、ログスケールにしたいかっていう場合はログスケールにチェックを入れて、ここは色ですね。どんなグラデーションするか、数字をどういうグラデーションするかということで、16進数で表記しています。こんな感じの色でつけてやるということで、エグゼクトをクリックすると、このように、数値が、色のグラデーションになって、マッピングされます。また、これは見るだけでもいいですけども、カラーパスウェイの WebGL というのもあって、でこれで、例を入れて、今度はこんな図になって、これが見やすいかどうかっていう問題は一つあるんですけど、このような 3D の少し見栄えのする、図も作ることができます。で今までは KEG にあるデータベースにある遺伝子っていうのをマッピングしてきたんですけども、例えば新規に配列を読んだ生物種の場合は、いきなりマップすることはできないので、どうするかというと、KEG では、KEG に登録されている配列データとの類似性を、計算して、自動で遺伝子の機能を推定してパスウェイマッピングするという、そういう、サービスがあります。で一つは CARS というものですけれども、CARS は、類似性の計算は、BLAST と GhostX と GhostZ、BLAST は皆さん知っていると思いますけれども、ゴースト X とゴースト Z っていうのは、ちょっと東工大で作られている、比較的新しい、検索エンジンで、特徴としてはゴースト X っていうのはブラストより、精度が少し劣りますけど、100倍速いという話です。でゴースト Z はさらに、2倍速いと、そういう特徴を持っています。でカースでは、主観で両方向のベストヒットを利用して、遺伝子の機能を推定します。なので少し精度が高いという話ですね。例えばたくさんバラルがある場合に、どれとどれが本当の、オーソルかっていうのがなかなか分からないんですけど、両方向にどっちから見ても、一番似てるっていう情報を使うことによって、遺伝子機能の推定を、少しより正確に行うということができます。でもう一つ最近、KEG で、作られたのが、ブラストコアラとゴーストコアラで、コアラっていうのは先ほど言ったように、KEG の内部で使っている自動化のツールなんですけど、コアラ自体は、SSearch っていう、スミスウォーターマンアルゴリズムをもとに、アノテーション機能推定を行っているんですけど、公開しているのはブラストコアラと、ゴーストコアラでもう少し、計算が早くなるようにしています。 SSearch はめちゃくちゃ時間がかかるので、もっと早いブラストとかゴースト X を使ったものに
置き換わっています。あとデータベースをさらに圧縮しているので、カーセルはだいぶ早くなります。では、実際にこの、ブラストコアラを使った、パスマッピングの構築っていうのを行っていきたいと思います。このケグマッパーの、このアノテートシーケンスっていうところをクリックしてみてください。もしくはここでもいいですけど。で、ここにサンプルがあるので、サンプルのファスタデータ、これが新しく、仮に新しく読んだ配列だとしますと、これをコピペするか、ダウンロードしてアップロードするかしてみてください。で、ここでは、多分自分の読んだ配列なので、どういう仲間かっていうのは多分分かると思うので、この例では、ブフネロの仲間を新しく読んだっていう設定になっているので、ここで、ケグ側のデータセットを、選びます。ブフネラですね。ブフネラで、この数字をクリックすると、ブフネラの、数字が入りますので、これでエクゼックを押すと、計算が始まります。で、多分少し時間がかかると思うので、この下に講習会用の結果例というのをもう用意してありますので、ここをクリックしてみてください。あ、出ましたね。あ、出てないか。で、これが結果で、このビュー、今入れた、ゲノム、遺伝子配列のリストが、どういう機能を分布を持っているかというのが表されて、表現されていて、ビューをクリックすると、その今入れた遺伝子の ID と、それについて、それについてアノテーションというのが表示されます。で、この KO っていうのが、ケグで使っている、オーソログの番号 ID で、K ナンバーですね。で、下のケグマッパーのこのリコンサーチパスウェイをクリックすると、今入れた、遺伝子リストのファスタファイルの、情報から作った、パスウェイというのが再構築されます。このように、先ほどの、生物のマップと同じように、緑で色がつきます。このようにして、ケグデータベースにないような遺伝子でも、マッピングすることができるという話です。それで、この遺伝子リストの中の、この KO と遺伝子 ID の対応表さえ持っていれば、すぐにまた、パスウェイを再構築することができます。なので、ダウンロードとかしておけばいいと思います。ユーザー系をテキストですね。ちょっと見づらいですけど、遺伝子と、じゃあ遺伝子 ID と、KO っていうオーソログ ID が、対応表になっています。なので、これさえ保存しておけば、後になっても再構築、パスウェイを作ることができます。これですね。ケグマッパーのこの辺ですね、リコンストラクトパスウェイってところをクリックすると、こういう図になって、ここに今入れた、今ダウンロードした、ファイルをアップロードしてやると、同じように、パスウェイがこのように構築されるという話です。それから、ここでも、生物化比較することができて、この例に、ありますけど、これマルチプルオーガニズムがありますけど、一つ目の生物種の遺伝子リスト、遺伝子と KO の対応表の後に、見づらいですね。こ
知られますけど、まあ、このようにオーガニズム1で対応表、オーガニズム2でオーガ対応表というふうにしたデータを入れてやると、すいません、複数のリストを入れることで、まあ、このようにいろんなのができて、まあ、自分のデータでも生物間比較ができるという、生物間比較するためのマッピングができるということになります。で、次に、せっかくなので、先ほど小野さんが報酬を使ったマル秘遺伝子リストっていうのを、まあ、マッピングしてみようという話になります。ダビットはさっき習ったと思うので、皆さんやってみてください。あそこダビットをみんなアクセスできますかね、今。やってみますけど、スタートアナリスで、ここに、皆さんのデータを、まあ、アップロードすると。で、ジーンリストなので、ジーンリストを選んでサブミットすると。まあ、ここまでは同じです。ファンクショナリゼーションツーチャートで、先ほどはジーンオントロジーをやりましたけど、パスウェイズっていうのを今回選んでみてください。まあ、そうするとケグパスウェイというのがあるので、ここから直接マッピングすることができます。で、チャートをクリックすると、先ほど、小野さんのデータと同じように、ホスコシンセシスがトップに来て、まあ、このリストが得られます。で、こう、さっきのジーンオントロジーと違って、ここをクリックすると、ケグのパスウェイに直接マッピングされます。ピカピカしてます。で、ダビットで直接マッピングすることも当然できるんですけど、多分どうかな。このまま、もう少し、ケグマッパーを使ってマッピングしたいっていう場合も、まあ、もしかしたらあるかもしれないので、そちらもやってみます。同じように、アップロードして、まあ、今アップロードされた状態なんですけど、今度は、この人 ID コンバージョンツールっていうのを、使います。すると、ここでコンバートできるんですけど、プローブの ID から何に変換するかっていうのをここで選んで、今回は、ケグで使える NSBI 人 ID、Enters Gene ID と言われるんですけど、NSBI Gene ID に変換したいと思います。で、Submit to Convert ツールをクリックすると、プログと、NSBI Gene ID のリストが得られます。で、ダウンロード、まあ、これで ID のコンバートができるという話になります。で、形式がこういうふうに、プローブ ID、まあ、元の ID と NSBI GeneID とっていうふうになっているので、そのままではちょっとケグマッパーに載せられないっていう、ちょっとケグマッパー使いにくいところがあるんですけども、
まあ、多分、普通どうやってやるんですかね。僕はスクールスクリプトでシャシャッとカラム抜き出してやるんですけど、まあ、Excel とかでも多分できると思いますけど、まあ、カラム、この GID のカラムだけを抜き出して、ケグマッパーに入れてやると、ケグにマッピングすることができます。で、まあ、一応、Windows のコマンドプロンプトもできますよっていうのが書いてますけど、まあ、これはやらなくてもいいです。で、これは先ほどのダビットの ID 変換のこの2回目だけを取り出したものですけど、それをケグマッパーのサーチャーのカラーパスウェイに入れてやると。で、小野さんの講習会のデータはアラビドプッシュされるようになったので、白いナザーだったので、ここをその白いナザーの ID にします。で、これが ID は NCBIGID なので、ここも変えてエグゼックを押すと、ちょっとやっぱり遅いですね。申し訳ありません。あれ出ない。プロテインリンク、ジン ID ですね。間違えました。すみません、ちょっと遅いので、何か質問があれば受け付けますけども。あ、来ました。で、入れた遺伝子リストに対して、サーチします。ただ、ほとんどの遺伝子 ID は、ケグのパスウェイにはマッピングされてないということですね、この場合は。アラビドシスの遺伝子はたくさんあるんですけど、まあ、ほとんど機能があったりもたくさんあるので、まあ、それらはほとんどマッピングされません。で、マッピングされたものの中でも、まあ、これはオーバービューマップなので、リボソームとかプランツホルモンシグナリングトランスダクションとかが、ヒットしています。で、ホストリシスももちろんヒットしていまして、ここをクリックすると、まあ、同じようにマッピングできると。これはケグでマッピングしたもので、まあ、こっちが、まあ、ダビットでマッピングしたものですね。まあ、当然同じになります。まあ、ダビットやった方が早いことは早いですね。まあ、このように、まあ、いろいろなマッピングができるということで、マッピングに関しての、講習は以上ですけども、マッピングに関してまだ何か質問がある方はとか、こんなことできたらいいなと思う方が質問あれば、件があれば。すみません。もし興味がある方は、もう後で自分の研究室でやってみてください。最後に、KEG ではデータを、一括ダウンロードができないんですけども、FTP とかは、購読しないと、お金払わないと、ダウンロードできないんですけども、一応 API というのが用意されていて、API というのは URL を入れるとデータが取れるっていう、そういう仕組みなんですけど、まあ、いろんな取り方があって、例えば、まあ、この REST API で、
リスト、HSA、ヒューマンですね、やると人の遺伝子の一覧が取れます。遅いですね、全体的に。まあ、リスト、パスエ、HSA というと人のパスエの一覧で、まあ、そのようにいろんなものが取れるという話です。で、ここでも ID コパン上、ID の変換ができて、まあ、NCBI ジン ID と、NCBI プロテイン ID とユニプロットだけですけども、まあ、それも API で取ることができます。また、KGM形式のものも、KGM形式のパスエデータというのも、このように、マップ指定して KGM って入れてやると、取ることができます。多分遅いと思うので、あ、出てましたね。まあ、これは KGM ですけど、まあ、読んでも分からないと思うんですけど、これをダウンロードして、まあ、いろんなサイトスケープとかのウェブジェネレーズのツールに読み込むこともできます。すいません、今日は全然ネットワークが悪くてつながらなくて、多分全然できなかったような感じですけども、全体を通して何か質問があったら受け付けます。